どうも、チョロです。ポケゴの PVP の動画を上げております。今回はですね、ドルズ、ギャラドス、アシレーヌっていうパーティーで、マスタープレミアクラシック潜っていこうと思います。で、1戦目なんですが、大抵ヌメルゴンですね。これ珍しいですね。このタイミングはどうなんだろうな。濁流相手を覚えてるので、どうだろう。このドリルライナーがどれだけ入るかによりますね。半分ぐらい持っていけるのであれば、まあいけなくはないかなと思うんですが、なんか微妙な感じですね。こっち濁流食らうとどうなんだろう。どれぐらいのダメージ入るのかな。まあでも、とりあえずね、食らいたくなかったので、ギャラドス投げていったんですが、まあこれで攻撃力が下がらなければって感じなんですが、まあ下がらなかったですね。で、相手がここで、カイリを投げてきたんですけれども、まあそこに対してはとりあえず激凛打てると思うので、まあそこでね、大ダメージを取って、なんやかんやしていくって感じになるかなと思います。だけど相手が、まあドラゴンクローを打ってきて、まあこれ耐えるんで、まあ激凛こちら打たせてもらうんですけれども、この一発で飛ぶかな？どうだろう？ギリギリいけるかいけないかってところだと思うんですけれども、まあ、海竜はね、本当に強いですよね。この激に食らって、まあ、耐えなかったか。まあ、耐えなかったね。まあ、良かったんですけれども。まあ、でも、まあ、強いですね。で、まあ、ヌメルゴンが戻ってきて、で、まあ、そこに対しては、まあ、シレーヌ合わせていけば、甘い子を押せるので、まあ、OK なんじゃないかなと思います。あとはもうラスト次第ですかね。で、まあ、ここは濁流なんじゃないかな。まあ、でもこれ食らっちゃっていいですね。濁流なんで。なので、まあ、受けていって、で、相手が最後出してきたのはドリズだったんですけれども、まあ、若干こっちの方がゲージ溜まってるんで、これはいけるんじゃないですかね。多分、回転で、なんですかね、こちら2発分ぐらい多分得してるはずなんで、なので、まあ、勝ちきれると思います。というわけでね、まあ、技をね、2発溜めてから打っていくって形で、まあ、OK なんじゃないかな。というわけで、まあ、ここで、ドリルライナー打たせてもらって、で、相手は、まあ、張らざるを得ないね、張ってくると思うんですけれども、まあ、この後先にこちらが2発溜まるんで、まあ、そこでね、しっかりと、まあ、ドリルを突破させてもらって、で、あとは、あれですかね、なんだ、アシレーンで、あいつ、ヌメルゴンを倒して、こちらの勝ちは確定ですね。まあ、ゲージを見てもそうですね。こっちが溜まってるので、まあ、しっかりと2発溜めてしまって打ってしまえば、何ですかね。まあ、同発になったとしてもいけるんじゃないかな。でも同発にもならないか。こっちの方が1発分ぐらいは多分まだ多く溜まってますね。なので、まあ、ここです。もう1発ドリルライナー打たせてもらって、で、まあ、これで相手のドリルを飛ばしていって、あとは、まあ、ヌメルゴンと、アシレムの対面っていう形になるかなと思います。あ、でも相手諦めましたね。対戦ありがとうございました。あれですね。よく見たらもう相手のヌメルゴン倒してましたね。まあでも今のバトルは、まあしっかりと交代系もできたし、まあ普通に勝てる流れだったかなと思います。で、まあ次の対戦なんですが、大体ギャラドスですね。で、滝型なんで、まあとりあえず岩なら一発当ててから、まあ滝ギャラを合わせていくって感じになると思います。まあ張るか張らないか相手次第なんですけれども、まあどちらにしろね、まあ大ダメージかシールラードっていうところを迫れるので、まあそれで迫っていって張ってきたんですが、まあこのまま戦ってもね、やられるだけなんで、まあ滝ギャラを合わせていって、で相手がアシレーヌを投げてきたんですけれども、まあこれはもうしょうがないですね。ただまあシールラード取ってるんで、まあ割と押せるんじゃないですかね。多分割と押せますね。なのでまあそのまま突っ込んでいって、でまあアクアテールでダメージを取っていくんですけれども、まあ、相手の最高検出張るか張らないかちょっと迷うところなんですが、張らなくていいかな、これ。張らずにドリルで起点作らせてもらって、裏のギャラスに割られるって言って、で、シールドさらにもう一枚回して、アシレムって形でいこうかなと思います。そうですね。で、相手が最高検出を打ってくるんですが、なんかこの HP だったら張ってもいい気がしてきましたね。そうですね。張っちゃいますね、この HP だったら。しかも打ってきたのはムーンフォースだったので、これはあれですね、もう滝登りだけでいけるんじゃないかな。多分滝登りだけで行かせてもらって、で、相手の裏のね、ギャラドスには激凛を打っていくって形にしようかなと思います。で、出てきたのが、トゲキスでしたね。まあ、ギャラドス出てくるのかなと思ったんですが、まあ、それらはそれで OK で、こちらはね、滝登りをね、ガンガン打たせてもらって、まあ、ダメージ取っていくんですけれども、もう一発打ってるかな、これ。多分もう一発打ってそうですね、この HP 残ってれば。一発滝登りは打てなかったか。まあ、でもここまで削れば OK でしょう。ここにはドリューズを合わせていって、で、まあ、岩ならで打っていくって形になると思うんですけれども、まあ、相手がアクアテールを奇襲で打ってくるかどうかってところですかね。あ、でもこっちが岩ならで先打てましたね。で、まあ、これでシールを剥がすか大ダメージっていうところを取っていって、で、まあ、これ打ったらアシレーヌ出していって OK かな。アシレーヌ投げていきますね。あ、と思ったらそのまま突っ込んできましたね。まあ、なんで突っ込んでったんだろう。まあ、でもいいか。相手の、なんだ、こいつ、ギャラドスの技何食らってもやられないんで、まあ、受けつつ戦っていくって感じですかね。もう甘えるだけで倒していくのかな。そうですね。トゲキスの HP も、まあ、だいぶ削ってますし、まあ、トゲキスがこちらに打点あるとしたら、
まあ、マジカル社員は覚えてないと思うので、まあ、打てて、まあ、ツバメ返しってところだと思うので、まあ、これだけ HP 残ってれば、甘えるのでガミジレスで勝ち切れると思うので、まあ、OK なんじゃないかなと思います。あとは相手にここで爆を引かれなければって感じですかね。で、まあ、原子の力を打ってくるんですけれども、まあ、これエクステージしまって、で、あとは甘えるだけでゴリ押すって感じですかね。まあ、この対面相手の甘えるの方がね、ダメージ入るので、まあ、普通にやったら負けるんですけれども、まあ、でもこっちの方が HP 残ってるので、まあ、勝ち切れますね。対戦ありがとうございました。うん、このパーティーはあれなんですよね。滝ギャラは結構まくれるんですよね。むしろなんかよくわかんないポケモンが出てきた時のが勝てないんで、うん、そっちの方が嫌ですね。で、まあ次の対戦なんですが、相手アッシレーヌですね。まあ相手の技次第なんですけれども、まあ突っ込んでくるようであれば滝登りですし、まあそうであればね、こちらドリルナイの一発打って、まあギャラドスに引くって動きになるのかな。あるいは二発打って引くかもしれないですね。まあとりあえず、ドリルナイを打っていって、まあこれでダメージを取っていくんですけれども、まあ受けてくれましたね。で、まあ受けてくれたからにはここで滝登りギャラドスを出していって、で、まあ戦っていくんですけれども、こっちは張っていこうかな。うん、どうしようかな。うん、でもまあ食らってもやられないから張らなくていいかな。うん、受けていきますね。うん、でまあ実際ムーンフォースをこれ受けていって、であとは滝登りだけで倒させてもらって、でまあ裏のポケモン見ていきたいところなんですけれども、まあ何が出てくるかって感じですね。何出てくるかな。ギャラドスでしたね。まあそこには激鱗を打たせてもらって、まあこれでシールドか大ダメージってところですかね。あえて張ってくるんじゃないですかね。あ、張ってこなかったですね。うん。まあ、ここで大ダメージ取れたの大きくて、で、この後アシレール展開って形で、まあ、マイルでね、なんやかんやしていくって感じですかね。で、まあ、こちらが一方的に交代しているので、交換時間はね、ここでしっかりと稼いでいって、で、まあ、戦っていく形になるんですけれども、まあ、アシレールならね、まあ、ギャラドスの後何来てもね、全然怖くないので、まあ、十分戦っていけるかなと思います。で、相手がここで、あれですね。ドリズに引いてきたんですけれども、これは下手に出せないですね。下手に交代していくと、まあ、ちょっとまずいことになりそうなんで、うん、まあ下手に交代せずにちょっと突っ込んでいって、まあ交代するならここら辺で交代かな。そうですね。まあここらで交代していって、で、まあシールド剥がし合うっていう動きをしていくんだと思います。で、相手がここでドリルナイやってくるので、まあこれは当然貼っていって、で、こっちはどうだろうな。まあシールドハリハリ行くかな。うん、ここはハリハリ行った方が良さそうですね。うん。というわけで、まあここで、あ、打たなかったですね。ちょっと溜めてドリルライナーを打っていって、一応個体撃破って感じですかね。うん。だけど、ま、ここでドリルライナーを打っていって、相手のシールド剥がしていって、ただ相手の方が先に出ていてね、ゲージ溜まってるので、うん、これはあれですね、まあ、シールドハリハリの状況になりますね。うん。で、相手がこれ技を打ってくるので、これ、でも貼らなくていいんじゃないかな、これ。うん。あ、貼りましたね。貼ってきて、やっぱシールド剥がさなきゃダメか。うん。で、まあ、ここでシールド剥がさせてもらって、で、これ打ったらもうアシレーヌ出しちゃっていいかな。下手に起点作られるよりもアシレーヌ出していった方がいいような気がするんですけれども、あ、相手、あれですね、張ってこなかったですね。ただまあここまで相手も滝柄削ってれば、甘えるだけでギリギリいけんじゃないかな、これ。なんかいけそうな気がしますね。うん、相手、噛み砕くなり、激鱗なり、アクアテルなり打ってくると思うんですけれども、まあアシレーヌは全部耐性があるんで、うん、普通に食らえるんでね、これは受けていって、まあ次の相手の悪手が間に合わなければこちらの勝ちですかね。うん、間に合わなかったですね。うん、対戦ありがとうございました。今のバトルはまあ出し負けだったんですけれども、まあ最終的にね、甘えるのゴリ押しでなんとか勝ててよかったですね。やっぱり、甘えるのゴリ押しは、なんですかね、等倍で入っても、まあ強いですよね。うん。で、まあ次の対戦なんですが、相手不思議バナですね。このタイミングはどうなんだろう、出しがちになるのかな。ちょっと微妙な対戦だと思いますね。どうだろう、これ。こちらは、ハードプラント一発圏内まで持ってかれちゃうのかな、鶴の持ち込みで。うん、ちょっとあれではあるんですが、まあ、とりあえず様子を見ながら戦っていって、まあ、でもこちらはね、変えられないんですよね。うん、まあ、裏のポケモンがちょっと不思議花には弱いので、まあ、ドリズで突っ張るしかないんですけれども、まあ、回転はこっちの方がね、5555で回って、相手は6656みたいな感じなんで、まあ、こっちの方が早いので、まあ、なんとかなるとは思ってるんですけれども、うん。まあ、ちょっとね、考えるタイミングではありますね。で、まあ、ここでドリルライナーを打っていって、で、これはあれですね、相手がため引きしてるんで、こっちもため引きするか、ダメージを与えて引くかって感じにするかな。そうですね、ため引きしていきましたね。で、まあ、ここでギャラドスを投げていって、で、まあ、相手はのしかかりでダメージを取ってくると思うんですけれども、うん、まあ、でも、うん、まあ、いいんじゃないかな。ギャラドスはやられてしまっても OK な気がしますね。うん。不思議花結構削ってるんで、うん、普通に戦えるかなと思ってます。
で、相手がここでまたのしかかりを打ってくるんですが、まあ、これも受けて OK ですね。まだやられないので受けていって、まあ、シールド1枚しか残ってないですね。まあ、これ受けていって、こちらは、どうしようかな。滝登りで倒していくのかな。あ、激輪打ちましたね。でもこれあれかな、赤テレでも落とせたような気がしないでもないんですけど、でも耐えちゃうかな、耐えてのしかかり、まあ、飛んできそうだったんで、まあ激に打っていったって感じですかね。で、相手がこれシールド貼ってきて、で、まあこれ貼ってきたのであれば OK なんじゃないですかね。これ受けてしまって、で、ドリューズで起点作らせてもらって戦っていけば、なんですか、2発分溜まるんで、うん。まあ、全然戦っていけますね。だけど、まあ、マットショットだけで倒させてもらって、あ、でも打ちましたね。まあ、これ、そっか、間に合わないか。まあ、カビゴの耐久だったらちょっと間に合わなさそうですね。で、まあ、これ打っていって、まあ、でも2発プラス溜まってる、1発か。1発と、あともうちょっと溜まってると思うので、まあ、悪くはないんじゃないかなと思います。で、相手は不思議花を戻してくるんですが、まあ、ね、ドリーメラに溜まってるらこれ打っていって、で、相手が張ってくるか張ってこないかでちょっと決めていこうと思うんですけれども、どうなんだろう、張ってくるのかな。まあ、張ってきましたね。で、張ってきて、で、まあ、技打ってくるんですけれども、これ、あれですね、張っちゃっていい気がしますね。こっちの方が先に打ってるんじゃないかな。あと、こっち3発で打ってるんで、攻撃力も多分、ドリゾンが上だと思うので、まあ、これで相手の不思議マナ突破させてもらって、あとはラスト勝負なんですけれども、まあ、ラストがメタグロスとかじゃなければいけるんじゃないかな。でも、メタグロスでもいけるから、これだけ HP 残ってれば、多分、ドリルライナーいけますね。そうですね。多分、ドリルライナー一発打ってるんで、まあ、ドリルライナーを打っていって、でダメージを取ったら、その後はマットショットとあれでいけるかな。でもアシレーヌ出しちゃっていい気がしますね。これ打ったらアシレーヌ出そうかな。これ打ったらアシレーヌ出していって、で、あとはアマエレーヌ無理やり消していく、倒していくって感じですかね。で、アシレーヌはね、フェアリータイプなんですけれども、水も入ってるんで、コメットパンチ等倍になるんですよね。なるのでこれ受けられるんで、まあ、ダメージ大きいんですけれども、まあ、受けていって、まあ、こちらの勝ちですね。大戦ありがとうございました。今のバトルはドリューズの回転力が強かったですね。不思議花を突破して、さらにメタグロスにもダメージを与えてっていう、まあ、動きができたんで、そこがね、すべてだったかなって気がします。で、まあ、次の対戦なんですが、相手、海竜ですね。これはね、一応出し負けなんですよね。シミュレーション上だと、ご利用しされるって感じだったので、まあ、あれなんですけれども、まあ、でも一応岩流れでね、まあ、ダメージ取れるんで、まあ、シールドを剥がせるっていう対面では なってますからね。だけど、ま、これ岩流れを打たせてもらって、相手はね、一発食らってもやられないんで、まあ、受けられるんですけれども、まあ、この動きが本当海竜強いですよね。で、まあ、こちらバカ力の可能性があるのは張らざるを得なくて、まあ、そこがやっぱね、相手の海竜のね、厄介なところだなと思います。で、相手が引いてきたのが、カビゴンなんですけれども、まあ、何ですかね、ドリルライナー2発打って、で、どうしようかな。多分、最後メタグロスだと思うんですよ、相手の。まあ、メタグロスかドリューズかっていうところで相場は決まってると思うんですが、ちょっと悩みますね、これ。どうしようかな、これ。まあ、ここが入るか入らないかで決めていこうかなって感じです。で、入らなかったんで、まあ、滝登りのギャラドス投げていって、で、なんやかんやしていくって形ですかね。これラストが、どうだろうな、メタグロスだったらちょっと厄介なんですけどね。どうだろう。まあ、とりあえずのしかかりは食らってもやらないように受けていって、で、できれば滝登りだけでいきたいところなんですけれども、まあ、対面はキープしたいかな。対面キープできれば悪くないかなと思ってます。で、まあ、のしかかりを打ってきて、で、こちらは、アクアテールを打っていくのかな。打ってきましたね。でも、これで、ギリ倒せるか倒せないかかな。カビゴンの耐久だとちょっと耐えちゃいそうな気がしないでもないんですけれども、張ってきましたね。相手もタイミングが欲しいって感じですかね。ただ、まあ、ここでタイミング、結局、カイリュー投げてきたってことは、まあ、タイミング死守できたと同じことなんで、まあ、悪くはないですね。こちら、死に出しで、アシレーヌを投げていってっていう形で、十分戦えるかなと思います。というわけで、まあ、ここは死に出しでアシレーヌを投げていって、まあ、しっかり、ね、交代時間をね、用意していくって形ですかね。で、まあ、カビゴンは、まあ、ある程度ゲージ入って後ろに下がってますし、まあ、裏がメタグロスなり、ドリズだったとしても、まあ、こちらのドリズのね、HP 残っていて、まあ、シールラードも取っているので、悪くないですね。これ相手のカビゴンが変えて、結局、まあ、カイリュー投げてきたところで、まあ、タイミングキープできたっていうのが大きかったですね。で、相手がやっぱり最後メタグロスだったので、まあ、そこにはドリズを合わせていって、で、まあ、ドリルラーやっていくって形になります。で、まあ、交代時間ね、まだ全然来ていないので、これはもう勝ち確ですかね。こちらはもうアシレルに、シールドを残してしまえば、コメットパンチ防げるんで、まあ、問題なく勝っていけるかなと思います。だけで、マットショットだけであと行かせてもらって、で、まあ、さっき言ったようにね、シールはアシレルに残すって形ですかね。
で、まあ、ここは突破されちゃうんですけれども、まあ、ここまで削っていればね、あの、メタグロス耐性があるとはいえ、アマエレルも倒せるので、まあ、倒していって、あとはカピゴンとの勝負になるんですけれども、まあ、諦めますね。うん。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、やっぱりこのパーティーは安定してますね。うん。まあ、ぶっちゃけこのパーティー以外いろいろなパーティー使ってるんですけれども、まあ、他のパーティー使うとやっぱ負けますね。うん。まあ、なんですかね、不思議花使ってみたりとか、モジャンボ使ってみたりとか、うん、あとまあ、エレキブル使ってみたりとか、まあ、そういったちょっとね、変わったポケモン使いたいなと思ってやってるんで、まあ、あれなんですけれども、まあ、やっぱりマスターリーグのね、環境だとちょっとステータスが足りないなって感じがありますね。うん。まあ、エレキブルなんかはね、冷凍パンチでカイリュウを一発でぶっ飛ばせればね、面白いポケモンだと思うんですよ。カイリュウとギャラドスを一発でぶっ飛ばせるポケモンって感じで活躍できると思うんですけれども、いかんせんね、ギリギリ残っちゃうんですよね、カイリュウが。うん。で、結局負けてしまうってあれなので、まあ、うん、ちょっとね、あれですし、まあ、不思議花もね、まあ、相手も出してきたんですけれども、このバトルの途中で。うん。まあ、一応ね、水ポケモン、まあ、ギャラドスとかアシレヌとか、あとはドリズあたりにもね、まあ、打点あるんですけれども、まあ、見ていただいた通り、ドリズとの対面ではね、回転で負けてるので、まあ、きつかったり、ギャラドスもね、息吹型だったらちょっと押されてしまったりとか、そういうところもあるので、まあ、あれですよね。で、まあ、モジャンボに関してもね、やっぱ海流がね、あれでね、私がモジャンボ使うと必ず海流が出てくるっていうね、そういったなんか、内野の闇マッチになってしまって全然勝てなかったので、うん、なのでまあやっぱりこういうなんですかね、よくあるポケモンたちとかよくあるパーティーですかね、もうこのパーティーなんかテンプレッパーだと思うんですけれども、まあテンプレッパーだけあってやっぱ強いですよ、うん、それぞれのポケモンが見れるポケモンの範囲が広いんですよね。まあ私が言ったそのエレキブルとか不思議花とかモジャンボとか見れるポケモンって結構限られてるじゃないですか、うん、そうじゃなくてやっぱじゃんけんでね、勝てるようなポケモン、大きく幅広く見れるポケモンを使っていくのがやっぱマスプレイクラシックは重要かなって思います。やっぱりね、なんですかね、個体値のブレもないですし、みんな個体値マックスでね、ほぼね出してくると思うので、まあ、それ考えるとまあじゃんけん要素が相当強いので、まあ、じゃんけんに強いポケモンを使うっていうのはまあ基本ですよね。まあ、そうしないとなかなかちょっと勝ちづらいかなっていう、まあ、そんな印象は、うん、いろいろやってみてありましたね。うん、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。